自転車競技のスプリンターについて、ロードレースとトラックレースとでは、少々その意味の捉え方が異なってくる。以下、主に、ロードレースにおける、当該項目について述べることとし、項目の最後にトラックレースにおける、スプリンターの特徴を記す。ロードレースにおけるスプリンターとは、おおむねゴール数百メートル手前からスパートをかけて、優勝争いを行うタイプの選手のことを指す。 一般的には大柄でがっしりした体格の選手が多く、そのスピードはプロともなれば瞬間的に70時速 80km に達し、コース中間のポイント設置地点やゴール手前での高速スプリント勝負では絶対的な強さを発揮する。その反面、重力に逆らって走らなくてはいけない上りは大柄ゆえに体重が重いことがネックとなるため苦手としている選手が多い。 体格は、競輪選手に似るが、単純な瞬発力だけでなく、200km 以上、走り続けた後でもスプリントをこなせるだけの持久力、高速走行の中でもゴール前での最適な位置を見抜き、その通りにロードバイクをコントロールするバランス感覚も要求される。通常、瞬発力と持久力は相反する能力であり、それが同時に要求されるため、 クライマーやオールラウンダーは作られるもの。スプリンターは生まれてくるものと言われるほど先天的な要素に左右される。ステージレースではスプリント賞を狙うほか平坦ステージでの優勝争いも行う。またティレイのアドリアテコのように目立った山岳ステージがないステージレースでは総合優勝争いにも加わることができる。ワンデーレースではパリツールのような平坦基調。 あるいは上りの割合が少なめのコース設定がされたレースでもっぱらエースを務めるほか、世界選手権などで活躍する。なお、フェルディナント・キュープラー、エディ・メルクス、ベルナール・ルイノーといった選手たちも強力なスプリント力を有し、かつステージレースの区間優勝も多く経験しているが、彼らはオールラウンダーという捉え方をされていることもあってか、スプリンターと呼ばれるケースはほとんどない。 同様に、フィリッポ・ポッツァーと、フィリップ・ジルベール、パオロ・ベッティーニ、シン・シロ・ユキヤなども強力なスプリント力を有するが、基本的に平地での集団スプリントではあまり勝ちに、いけず、ハードなアップダウン後の小集団、単独スプリントや、10%近い勾配での、上りスプリントに強みを見せることから、パンチャーという扱いになる。トラックレースには短距離種目として、 スプリント、チームスプリント、競輪、1km タイムトライアルといった種目があるが、1KMTT では、スプリント力が重視されることはない。スプリントでは今は、どの競技大会においても、加速した状態を維持しながら、最後の 200m のタイムを計測する 200m フライングタイムトライアルという、予選専門種目がある。この種目で要求されるのは、 200メートルという距離の中でいかにしてトップスピードを維持できるかということ。参考までに北京オリンピックのスプリントで優勝したイギリスのクリスホイは 200MFTT でもトップタイムだったが時速約 75km でルで走っている。また世界記録はフランスのケビンシローでタイムは9秒572、時速約 75.219km である。なお、 世界自転車選手権、プロスプリント10連覇を達成した中野光一は言うまでもなく、連覇当時は世界屈指のスプリンターであったが、最後の10連覇を達成した大会以外、200メートル FTT を経験していない。ただ中野は最大時速へと持っていくための助走距離が大変短いという特徴があり、普通の選手であれば最大時速を維持することが、 最も難しい地点において逆に最大時速をマークできるといった特徴も兼ね備えていた。ひいてはそれらの特徴により10年連続でプロスプリント世界一を達成できたといえる。チームスプリントにおいては一番先頭を走る選手についてはスタンディングダッシュ力が重視される。俗にゼロ発進とも言われるが、 助走なしの状態でトップスピードへと持っていくという能力が要求される。参考までに長塚智弘はアテネオリンピックでは250メートル走路をむね17.50秒前後で走破していたが当時の世界トップクラスのタイムであった。北京オリンピックではイギリスのジェミースタッフが同じく250メートル走路であるが予選及び決勝で17.1秒台をマーク。 現在の世界トップクラスのタイムである。競輪では250メートル走路の場合、およそ残りあと3周を過ぎたあたりから、ペーサーが走路外へと退避するが、そこからスプリント能力が要求される。もっとも、約750メートルをそのまま全速力で走破するのは不可能であり、合間合間に流す状態を交えて、残りあと1周半から1周ほどを、 全速力で駆け抜けるという能力が要求される。この点については、ロードレースのスプリンターと多少類似している側面が伺える。さらに、めくりといい、残りあと一周を通過した後に加速をつけて先頭に立つことを心を見る選手も中にいる。ただし、めくりを決めるためには、対外時速約7 0キロメートル程度のスピードが要求される。 したがって250メートル走路においては最大間との問題もあってかめくりが決まったというケースは少ない。その他、ポイントレース、マディソンといった長距離系種目においてもスプリント能力が要求される。要は、ポイント周回と呼ばれる地点でいかに早く到達する回数が多いかという点においてロードレースのスプリントショー争いと類似している。その他、 スクラッチという長距離形種目については、最後に到達した着順の優劣によって勝負が決するが、こちらは同じロードレースでもゴール直前のスプリント争いに似たケースになることがしばしある。このためか、マーク・カベンディッシュのように、マディソンの選手からロード選手に転向する者も,もいる。ありがとうございます。